キャラい。現在劇場版ブルーロックエピソードなぎが絶賛公開中のブルーロック。しかし皆さん、ブルーロックのキャラクターをどこまで理解していますでしょうか？どこまでキャラクターを愛してますでしょうか？ということで今回はですね、誕生日、血液型、身長、出身地など、ファンブックなどの情報を全てのキャラクターの比較を踏まえながら、過去最高レベルに分かりやすく解説したいと思います。ということで今回は主要人物のプロフィールを徹底比較したいと思います。なお、ブルーロック第257話、公式キャラクターブックのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるよろしくお願いします。それではどうぞ。まずは年齢学年について。はじめに高校1年生はたった3人で、2セレクションのブルーロックランキング堂々1位である伊藤真凛、主人公イサギと同じメタビジョンを開発させたニコ一騎、そしてネゴエストリーグでイサギとチームメイトの黒七ランゼ、現在分かっているのはこの3名です。次に高校2年生、この世代はメインキャラクターが多く登場しています。まず主人公イサギを1、そしてブルーロック1セレクションでイサギと同じチーム Z のメンバーからはバチラ、国神、チギリ、ライチ、イガラシ、チーム V からはナギ、レオ、ツルギ。2セレクション以降の登場人物では日和、キヨラの以上11名がですね、高校2年生の世代です。次に高校3年生、イサギのいる5号棟 V チームからはガガマル、そしてチーム X からバロー、チーム W からはマニマジュンイチ。2セレクション以降の登場人物ではアリュウ、トキミツ、シドウ、カラス、オトヤ、ユキミヤ、最後にリンの兄であるイトシッサイ、以上10名が高校3年生の世代。最後にですね、世界選抜選手やアンナトエティ代表選手、ネゴエストリーグで登場する海外選手についてですね、紹介したいと思います。まずですね、世界選抜の選手からはジュリアン・ロキー17歳、パブロ・カバソス23歳、アダム・ブレイク26歳、レオナルド・ルナ27歳、ダダ・シルバ28歳、そしてアンダー20日本代表選手からはオリバー・エク19歳、ネゴエストリーグからイサギの憧れの人であり現在世界一のストライカーノエル・ノアが31歳、そしてワールドベストイレブンであるドン・ロレンソ19歳、ロキから目をかけられているシャルル・シュバリエが15歳、そしてブルーロックの運営からはエゴ・ジンパチ30歳にテイエル・アンリが22歳です。ちなみにですね、カイザーやネスの年齢分かってないんですが、海外選手のマスターストライカー以外はアンダー20代表なので15歳から20歳までと考えられます。次に誕生日、1月から誕生日順にですね、表でまとめたいと思います。主人公イサギの誕生日はですね、エイプリルフール4月1日、日本では4月1日を境に学年を分けているので高校2年生の中では一番年下ということになります。またイサギの憧れノエルノアと1日違いです。プレイスタイルに憧れて誕生日まで近かったらさらに強く意識しますよね。実際イサギはノア様というほどにノエルノアに憧れていたようです。次に活躍の多いメインキャラであるシドウの誕生日が7月7日、バチラは8月8日、イトシリンは9月9日、サエは10月10日、このようにゾロ目の誕生日です。ということは1月1日が誕生日の七瀬も、昨週ではまだ本格的な活躍は見られてませんが、今後この4人のように活躍する可能性が高いです。次は血液型です。まずは A 型、ちぎり、ライチ、バロー、ワニマ、イトシ、リン、アリュー、トキミツ、カラス、キオラ、イトシ、サエ、ダダシーバ。人数は最多の11名。ちぎりやバローは作中でも A 型だろうなというシーンが多くあります。ちぎりはヘアやスキンケアに余念がないところや、バローの潔癖とも言えるほどの掃除好きなところ、ライチは A 型というより B 型な気がしていたので意外でした。次に AB 型、バチラ、シド、エゴ、ロキ、レオナルド、ルナ。人数は最初の5人。変わり者や天才肌、二重人格など言われることがある AB 型ですが、驚くほど納得の5人です。次に B 型、イサギ、イガラシ、レオ、ヒオリ、アンリ、パブロ、アイク、ノエルノア。人数は8名。主人公であるイサギは B 型、さらにイサギの憧れるノアと同じ血液型、マイペースのところや好奇心旺盛なところ、自分の意見をしっかり言うところなど共通点が多く見られます。次に O 型です。国神、ガガマル、ニコ、ナギ、ツルギ、オトヤ、ユキミヤ、クロナ、アドンブレイク、ロレンツォ。人数は2番目に多い12です。のんびりおっとりしているナギが O 型には納得ですよね。以上血液型についてでした。キャラクターの性格に合わせ血液型も考えられているような気がします。キレイ好きなバローは A 型で、のんびりおっとりのナギは O 型。ちなみに日本人の血液型の割合は A 型 40%、 O 型 30%、 B 型 20%、 AB 型 10% と言われています。今回 A 型が最多の11人なので、現在分かっていないメンバーも多いですが、なんとなくデータ通りになっていると思います。次は身長です。まず150センチ台はテイエリアンリの157センチ1人、次に160センチ台は2人で、ネゴエストリーグでカイザーと対立したイサギに最初から味方し、イサギの惑星と言われたクロナランゼと、まだ活躍していないキヨロ人の2人。クロナはブルーロック2セレクションでは第4位に位置し、スピードや軽さが武器の選手のようです。次に170センチ台は主人公イサギをはじめ、イガラシ、グリム、ニコ一騎、バチラ、メグル、チギリ、ヒョウマ、オトヤ、エータの6人が判明しています。ドリブルが持ち味のバチラはやはり身長
長がそこまで高くなく、何かとイサキと対比されがちなニコもイサキと同じような体格だったことがわかります。次に180cm 台、人数は最大の14人。意図したいは公式キャラブックの中ではですね 180cm と書いてあるんですが、単行本の中では 179cm と書いてあったり、まださえは18歳なので伸びているだろうということで、今回は 180cm で書いています。また180cm 台は人数が多く、同じ身長のメンバーも数多く、シドウとレオが同じ 185cm、 また日和が 183cm にも驚きがあります。イサギの新しい相棒として活躍中の日和ですが、可愛らしい見た目も相まってもっと低いかと思ってました。最後に 190cm 台は6人、アイクやロレンゾ、ガガマル、アリューなどいかにも高身長っていうメンツの中でまさかの凪星四郎。また石狩はですね、まだ作中では出てきてないんですが、単行本一巻で身長ナンバーワンとあるので 195cm 以上は確実。以上身長についてお伝えしました。今回のメンバーからアンリを抜いた32人の平均身長はなんと 181.7cm。次に出身地、まずはブルーロックメンバーから8の地方区分に分けて紹介します。東北地方は3人、秋田県から国神バロー、テイエリアンリ、次に関東地方は9人、東京からですね三影レオ、シドウ流星、栃木県からはアリュージューベ、埼玉県からは潔陽一、剣山鉄、千葉県からはバチラめぐる、神奈川からは渚星白、愛しさえ愛しりん、中部地方は4人で、新潟県から時光青し、愛知県からは五十嵐グリム、音谷瑛太、長野からはニコイ、そして近畿は意外と少なく3人で、大阪のカラス旅と、京都からは日和陽、和歌山のガガ丸銀です。そして中国地方ですが、なんと残念ながら該当者なしでした。そして四国地方も該当者なし。最後に九州は5人で、福岡県の清良人、長崎の雷智神吾、宮崎県の雪宮健雄、鹿児島県からは千切氷馬とワニマ純一。関東地区のメンバーが一番多くなりましたよね。ちなみに今回該当者なしだった中国や四国のメンバーには、元チーム Z のなるはやや伊右衛門がいましたが、意外と出身地は全国に分かれていますが、作中ではあまり方言が出てこないので、千切や雪宮が九州出身だとは思いませんでした。そして皆さんお待ちかねのですね、好きなサッカー選手です。主人公潔陽一はブルーロックで世界最高のストライカーであるノエルノア、次にバチラはすごいやつは全員、国神は強力なフィジカルとエアリアルデュエルで知られるディディエ・ドルグバ、そしてヘディングやポストプレーが得意なオリビエ・ジルです。次にチギリはドリブルで相手ディフェンスを翻弄するエデン・アザール、ライチはですねテクニカルなプレーが特徴のイヌイ・タカシ、次にワニマ・ジュインチはエリック・ボッタイム、意外なんですけどイガグリはですねアトレチコ・マドリードのアントワーヌ・グリーズマン、次にバローなんですけども、度重なる問題行動から悪党と言われたマリオ・パロデッティ、ガガマルは驚異的なスピードと強力なシュート力が魅力なギャレス・ベール、次にニコはバロンドールも受賞した中盤の司令塔ルカ・モドリッチ、次にミカゲ・レオなんですが、バロンドール5度の受賞を誇る CR7 ことクリスティアノ・ロナウド、次に剣山鉄ですが、キャラのイメージ通りアリエン・ロッベン、次にイトシリンはサッカー界の貴公子でありフリーキックの名手であるデイビッド・ベッカム、次にアリュー・ジューベイは元イングランド代表のアンディ・キャロル、次に時光はアルゼンチン代表で近年引退したセルフィオ・アグエロ、次にシドウ・リュウセイはやはりキャラのイメージ通りズラタン・イブラヒモビッチ、次にカラス・タビトは少し意外なんですけどもルート・ファンニステル・ロイ、次に音谷瑛太は現役の日本代表であるですね南野拓実、次に雪宮健雄は刀剣という異名を持つモードランド代表のエドガー・ダービッツ、最後に愛しさえは左利きのファンタジスタで元ウルグアイ代表のアルバロ・レコバ。イサギ以外好きな選手はですね実在のサッカー選手が登場し、キャラとサッカー選手でですねプレースタイルや性格面が似てることが多かったです。次に好きな漫画ですが、こちらは表にまとめてます。好きな漫画がたくさんあるガガ丸ですが、人間の感情やドラマは全て漫画から得てるよう。しかし好きな漫画のラインナップを見ると、王道のバトル漫画やからラブコメ、ギャグ漫画、果ては闇金まで幅広く好きなジャンルがあることがわかります。ガガ丸にはどの漫画からどんな感情やドラマを得たのか話してみたいですね。また23巻で潔に泥船呼ばわりされていたのにパスを出されて嬉し泣きした雪宮の好きな本はなんとおやすみぷんぷん。そしてエゴの好きな漫画であるマジカルタルルト君は作中でも登場しています。小さい頃に読んで脳みそが焼かれたと言ってました。次に好きなタイプですが、イサギや国神、チギ、ライチ、トキミツ、カラス、オトヤ、ユキミヤは王道、マロはやはり掃除好きな人でした。作中でも掃除できないナギを大変嫌っていましたよね。そして剣の賢くてバカをバカって言わない人というのは、作中の名言にもなっている本当に賢い人はバカにバカって言わない優しさを持っているというところから来ています。またレオのですね万田久子さんのような女性と、ガガマルのキャメロンディアスには驚きました。レオは御影コーポレーションの御曹司として
育ってきたこともあって精神年齢が高そうなので大人かっこいい女性が好きなのでしょう。ガガ丸は肉体フェチということもあり金髪美女が好きかもしれません。以上好きなタイプの紹介でした。次に何フェチかについてです。巨人まとめるとこんな感じで、体の部位だけではなくいろんな回答がありますよね。バチラとニコのフェチである目ですが、2人とも性格や考えていることは目に出ているからとのこと。そのためニコは普段前髪で目を隠しています。バローは趣味やタイプに続きフェチまで掃除関連。これはクイックルワイパーで掃除をしている人が好きなのか、クイックルワイパーで掃除をして綺麗にすることが好きなのか、皆さんはどう思いますか。またワニマ兄の回答である、俺の表情を見て何考えているかを考えるフェチ、これはエゴの人相ってなんだか似ていますよね。困っている人の顔を見るのが好きってことでしょうか。さらに意図主催はお尻を見るだけでアスリートとしての能力がわかるそうです。では最後に1億もらったら何をするかについて。まず1つ目は1億円をそのまま使うメンバー。バチラ、剣、シドは1億円で何かを買ったりせず1億の札束を使って何かしようとします。個人的にはシドの100万円を100個に分けてドミノというのが好きで、金銭欲とは程遠い使い方ですよね。次に資産運用などですね、将来のために使うメンバー。昨週でも3次セレクション後のオフビで意識の高さがうかがえるレオやカラス、そして将来に不安を感じていた時光や面倒くさがり屋だけど頭がいいナギがいます。国神はここに入れるか悩んだんですが、貯金してるし作中1しっかりしてそうなのでここに入れました。次に1億円を使うメンバーは、ちぎりやライチ、イガラシ、バロー、ニコ、アリュー、オトヤがここに入ります。ニコやバローは自分の趣味全開ですよね。クイックライパーを1億分って何個になるだろうと計算したところですね、クイックライパーが1000円だとして10万個買えます。1日1個使えば10万尾、273年間使える計算です。またニコが買おうとしている純金のブルーアイズは現在300万円ほど。次にその他のメンバーです。ここにはイサギやガガマル、ワニマ兄、イトシリン、ユキミヤが入ります。最後にですね、大人メンバーの1億の使い方です。エゴやアンリュはブルーロックに使うようです。2人のブルーロック愛が深すぎる。またサエは興味ねえよそんなハッシュタガネとのこと。ヨーロッパで一番年俸の高いプレミアリーグのサッカー選手の平均年俸はだいたい3億円から4億円ほど。日本人でプレミアで活躍している選手では、例えばアーセナルの富安選手がおり、富安選手はですねアーセナルから年俸10億円で契約しています。1億をハッシュタガネと言えるほどのサエなので、もしかしたらすでに富安選手レベルの年俸かもしれません。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。